今とお会いし、今脱サラこと、ともくさじんです。今日もくさじんちゃんのやつをという皆さん、2023年が終わるぞ。今年一番嬉しかったと、悔しかったことを発表すら、こんなにもね、背中合わせだった年はねえぞ。今年一番嬉しかったことはね、TikTok クリエイターアワード、ゲーム実況部門で、ノミネートされたこと、マジで嬉しかった。でもね、一番悔しかったことは、大賞くれ、取れなかったことは、マジで悔しい。これね、誰が大賞取れたんだと思いますね。この、ね、大賞取ったね、背中熊さん調べたんだけどさ、これめっちゃ可愛くてさ、顔出しもしてんだけどさ、めっちゃ美人なの、お前。ざけんなよ、ブスでやれよ。二物与えんなよ、神様。こっちとら、肝声でなんとかここまでのし上がったんだぜな。てことで、みんなも今年一番悔しかったこと、嬉しかったコメント欄で書いてくれ。今日もくさじんチャンネルやるぞ。くさじんチャンネル。何これ、バトコか。なんかさ、こんな感じのバトルコースやったことあるけど、これパクリコースがあるよね。あれ、ごめん、キノピオ、ごめんね。ちょっと待って、やめてくれないですか。ごめんなさい、俺が悪いことしました。キノピコ閉じちゃい、キノピオ閉じ込めちゃいました。なんかすげえ耳障りな音聞こえねえかな。ちょっと一回、ちょっとみんな一回耳、ちょっとじゃあ耳澄ませて聞いてくれ。何この音ね。何のためにこの BGM 入れたんだよ。めちゃくちゃみんなない意味がクソ、もうガチクソ子じゃねえか。クソゴミ子じゃん。クソゴミ子さんじゃん、お前な。クソゴミ子さんのホースじゃねえか。ちょっと待って。これ、お前もマジでね、いるかこの最後の仕掛けよ。クサジンチャンネル。なんか戦争が起きそうな顔さん。ちょっと待って、オールブロック誰が押すかだよな。ほら、行けよ。あーい、残念でした。ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと待って、あマリオのやつ今、ちゃんとタオルしていきやがったな。ユーさん、絶対ユーさん、俺が出てか。とりあえず、オブロック押せ。オッケー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 。まだ、何これ、怖いな、怖いな。ちょっと、でもマリオ、死んでねえよな。いや、これ、下行けんじゃねえの。いや、どうしよう。みんな行くか。いや、キノピオ、じゃあ、先行かせていただきまーす。怖いな、怖いな。あはははは、ねえ、よし。え、これ完全に、マリオ多分死んでるよね。俺の勝ちだね、これ。完全に来たじゃん。これで、おい、これ終わんのか。ちょっと嫌だよ、カストル。ちょっと待って、ルイージも死んでるっぽくねえか。大丈夫、これ。大丈夫。ちょっと待って、戻ってくんのか。お前、すごいね。いや、だったら右選ぶ。完全に来ました。まあ、ミンバと出会いされたとこ。どうも、クサジンです。ありがとう、センキュー。クサジンチャンネル。みんな見てくれ。100年後の俺と当たったぞ。俺が今33歳だからさ、こいつ133歳歩けんよな、俺が介護したらな。ちょっとね、今回ばかりはちょっと冷凍気にせず、ネタ回でやりたいと思いますね。このね、ちょっと待って、133歳で一回やり直したかいな、ごめんなさい。一回やり直した、すまんな。133歳のクサジン、俺がね、ゴールまで運んで、なんとか俺が1位取りたいと思いますよ。よろしくお願いしますよ。オッケー、介護。介護クサジン、みんな、見てろ、みんな。介護クサジン。オッケー、オッケー。ちゃんとしっかりと俺に捕まってるんだよ。いや、でも勝てるぞ。他のやつらレッドそんな投げちゃった。なんとか来てここ。オッケー、介護される、介護してるよ。他のやつらそんなにレッド高くなかった気がするからさ、なんとかいけなかねえと思うんだよね。こいつ背負いながらでもなんとかね、こいつ133歳のクサジを前に生かしつつ、最後のゴールはね、俺が一人でゴールしたいと思いますんでね。オッケー、ゆっくり行こう、ゆっくり行くぞ。あ、なるほど。お先行け。どっか入れ。まあ、いや、ここまで、ここはしょうがない。ここは介護できないから。まあ、一人で歩けるとか一人で歩かせんとね。やっぱりリハビリもしねえと、ちょっと足腰の筋肉鍛えねえと、こいつも歩けなくなっちまうからな。さすがにじゃあ、全部介護は無理よ。俺もさすがに。介護者の、やべ。介護者の負担も考えてね。はい、もうここに入って、そこらは自分で頼むぜ。まあ、マリオ結構行ってんな。オッケー。ちょ。あ、もうこれ無理じゃねえ、ちょ、捨てるわ。あ、ちょっと、嘘。さすがにじゃあ、おば捨て山にしてはしないよ、クサジン、お前のことは。お前、で、頑張る、若い頃、ああ、クソ若い頃頑張ったからって言おうとしたのによ。逆転のクサジン、ごめんな。お前、ちょっと、協力しましょう、お前。100年後の俺、チャットアリ中になってるじゃねえかよ。クサジンチャンネル。左上にクソぜ、太陽さん、俺さ、ペロンパサジン、チゲちゃん。いいんですか、どっちにしましょう。いいんですか、1体でもお買い得なのに、2体同時なんて、いいんですか、この時間だけ、ありがとうさ。1回くださいよ、もう1回行く、じゃあ、捨てちゃった。もうちょっとあの下りやる、もう1回できる、キノコかーい。来いかい。もうちょっとテレフォンショッピングのくだりやりたかった。やらしてくれよ。
あれだけが俺の喜びだったのよ。めちゃくちゃ楽しかったんだよ。もうちょっとやらせてくれてもいいじゃねえかよ。なんで死んじまうんだ。ここも違うな。キノコ取った後に俺にダメージ食らすのやめろよ、お前よ。お前どっか行けて、俺についてまだ他の奴らも左側にいんだからさ、あいつらの方行ってくれや。ちょっとお前こう寝かく、お前無理無理無理、ちょっと待って待って待って、無理だって。急にあっち行く。いや、ほらー、ちょっと待って待って、復活するの待ってんじゃねえか、リフトが復活するのやだ。戦争起きるじゃねえか、ここにみんなで集まっちまったら。ちょっと待って、あはははは、気持ちよすぎるって、バカだれ。ちょっと待って、ごめんな、ごめんね。はい、ありがとうございます。絶対負け、俺が絶対負けます。でもね、キノコ状態で行きたかった。くそー、ちょっとマリオこさせたくない、とりあえず。あー、くそくそくそ、大好きアタックできなかった。うわ、無理じゃん、ちょっとルイージが有利すぎる。ちょっと、無理、オッケーオッケーオッケー、これ持ちながら行けばなんとかなんじゃねえか。あー、じゃあ他のやつらが出てくる、バカだー。やべえぞ、ルイージが言ってる。ちょっと待って、うわー、キノ、あ、ルイージ死んでね。オッケーオッケー、来た来た来た、完全に来た。ちょっと待って、キノコちょうだい。やった、お前やってくれたの、お前絶対さ、俺がキノピコまで来たじゃねえかよ。オッケー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 、とりあえずオッケー、とりあえずオッケー、とりあえずオッケー、あと土台が復活してから絶対行く。写真撮った方がいい、とりあえず場所を取って、他の奴らに、うわー、くそ。いやー、これさ、どうした、下でやり合ってた方がいいのか、それとも上で飛んでた方が案外安全なのかもしんねえな。絶対俺がね、リフトセンサーを、リフトセンサー絶対俺が勝つ。バカだれ、ちょっと待って、やばい、ここでキノコ状態じゃないのはまずいぞ。あー、あー勝手に死んでんだ。俺、なーんにもしてないね、みんな。何もしてないけど、勝手に死んでる。ありがとう、メガグッパチャ、ありがとう、このまま終われよ、頼む。コマゴールでやってくれ、お願いします。もうちょっと長い感じのコースとかマジでやめてくれ。はい、ありがとう、センキュー。草人チャンネル。ピース上5回押してからゴールしてくれ、もうルイージがおののいたな。草人条件戦強いからさ、もうこれで条件戦来た瞬間に、ああ、もう草人条件戦だったら勝てないということで、ルイージがもう、おののきました。はい、もう、みんなおののいたっていいんだぜ、ということで、こっちだと、これよくわかんねえな。よくわかんねえコース来たぞ。あ、またぞ。よかった、すっぽりハマっちゃったかと思ったよ。これでちょっと、とりあえずゴールまで行くことを、お前、ね、何これ、怖い怖い。あ、え、もうゴール。いや、ということは、ピースチあったか。あー、いやー、どうしようかな。とりあえず、ここで条件待ち駆け込みキッズのパターンでいいか。で、あいつらがなんか、条件持ってきたところで、どうすんじゃん、この土管、透明土管出てきたところで、ヒップドロップして、はい、つもみたいな感じで、その作戦でいいとこう、とりあえずその作戦でいって、いや、ちょっと待って、これさ、あれだな、ワンチャン、条件取って、あれだ、そうだよな、持ってきちゃってゴール前でやった方が、はい、やべ、頭いいじゃねえか、お前、ちょっと、天才クサンチ、天才クサンチじゃねえわ。起こせば、語れが、はい。あ、これじゃないんかーい。こいつ5個目じゃないかーい。なんだよ、お前、思わせぶりすんなよ。でっきり5個目だと思ったじゃねえかよ。あれか、多分下にあるやつか、今の。こっちの扉からいけんのか。いけ。で、この、ピースイッチだよな。そういうことが多分ここ誰にも押されてないから、オッケー。このピースイッチが多分最後っていうことなんだと思うんだよな。ちげえかな。で、こいつ持ってこう。とりあえずこいつ持ってこうぜ。このピースイッチ持ってって、オッケー。うわぁ、それ、キノピオまで持ってんだ。どっちだよ、最後。どっちだ、最後。いや、俺押しちゃって、キノピオ出てきたのをヒップロンプで奪うか。はい、ありがとう、センキュー。うわ、こいつじゃないかー。これまで、お前さ、こんなに残すときだから、じゃあさっきのさ、2個目とかぐらいだったってことでしょ。よくもさっきなんか、ラスト5個目みたいな雰囲気で来たな。よくその感じでゴール前まで持ってこれたな。だいぶダサいよ、キノピオね。よくあんな雰囲気出せたね。全然押してないのに、よし、最後の5個目だ、みたいな感じで、グーで、これ渡すか、みたいな感じで、よくゴール前まで持ってこれたの、お前。一瞬天才かと思っちまったぜね、お前のことよ。最後ね、ピースイッチをゴール前、条件のピースイッチをゴール前に持ってって、最後押してゴールみたいなするみたいな、すげえ頭のよい天才かと思ったら、はい、ありがとう。はい、これ、はい、ありがとう、センキュー。よくわかんなかったですわ。